ドキドキしました。いや、ちょっと興奮しましたね。今日もいろいろと特ダネを仕込んでいただいているようですので。そうですね、裏は取ってあるんで。そうなんですね。それでは皆様、お待たせいたしました。堤真一さん、綾野剛さん、高畑充希さんです。こんにちは、ようこそお越しくださいました。こちらまでお願いいたします。さあ、お三方にお揃いでご登場いただきました。また新しい何か技術が、開発されたと、もうおじさんとしてはなかなかついていけないんですけども、今日も勉強するつもりでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして綾野剛さんです。はい、綾野剛と申します。多くのブースに携帯電話とかバーッと置いてあるじゃないですか、あれが単純にドキドキしました。あ、そうなんですね。なんか好きなんですよ、こういうの。結構メカ好きだとなんか感じておりますので、はい、今日もいろいろと特ダネを仕込んでいただいているようですので。そうですね、裏は取ってあるんで。そうなんですね、よろしくお願いいたします。このよくわかんないんですけど、めちゃくちゃ画面の綺麗、 4K ですか、はい、4K スマホ、はい、びっくりしました。驚いていただきました。はい、本当に綺麗でした。で、でも何がすごいの？いや、これも裏撮れてるんですけど、まず 4K のカメラは割とあるんですよ。うん、でも 4K のカメラをモニターで確認する、要はここのモニターが 4K に対応してるんですよ。なのでこの画面自体がもう綺麗に映る、はい。なので 4K のカメラ機能ついてても、この 4K のカメラをこうちゃんと表現できるビジョンじゃなかったらダメなんですけど、これはそれも搭載してるんで、まさに 4K のカメラで撮る意味があるんですよ。じゃあ前までは意味がなかったってことね。まあ 4K のカメラ撮ってもそういうことでしょ。 4K で撮って 4K で見れなかったら意味がなかったってこと。そうですよ。それは意味のあるものになったと。そうです。見てください、こっちのこの前の鍵盤がここにもしっかり映ってるんですよ。綾野さんがなんと 4K スマートフォンで撮影してきてくださったということで、普通のカメラだとこの映り込んじゃってるものってもっとぼんやりするわけですね。それがこれ 4K で撮った時に本当びっくりするぐらいちょっと立体的なんですよ。およそ300の体験コースから毎月一つ体験できるサービスということで、この好き時間というサービス名は好きな時間を過ごすという意味だそうなんです。せっかくですので高畑さん、はい、高畑さんが好きな時間どんな時間ですか？私は圧倒的に食べてる時です。楽しい人と食べてる時間が一番幸せです。盆栽とかそれこそ加藤社長もそば、はい、体験されていましたけど、そこに溶接があったのが僕はすごくドキドキしました。溶接もありました、はい、溶接ありました。あ、そんな細かいところまで、はい、それってやっぱりすごいと思うんですよ。そこに溶接が入ってくるってところに僕はちょっとドコモさんの本気度を感じますよ。僕しかも溶接やってたん で、ね、高校の時に、はい、じゃあこれ気になりますよね。いや、ちょっと興奮しましたね。堤真一さん、綾野剛さん、高畑充希さんでした。今日本当にありがとうございました。